克実先生です。今日は実際の症例を話すんやけどな、リウマチで悩まれてる方も、現在リウマチではないんやけれども関節がこわばったり痛む方、今現状全く問題はないんやけれども、親御さんなど家計にリウマチの方がいらっしゃる方、ぜひ最後までご覧ください。今年の2月の2日、53歳女性の方がリウマチの症状が強いんやけれどもなんとかならないかということでご相談いただきまして、経緯を伺うと、結婚されてから嫁いだ先がお漬物屋さんで、朝の早くから家業のお手伝いをしなくてはいけないと。寒く冷える場所に足元がね、もうすっごい冷えるんですって。もともと冷え性なもんやからね、その過酷な労働と足元の冷えを、まあ、我慢しながら何年も何年も、まあ、子育てもされながら、大変な思いをしてきたんやけども、去年ぐらいからどうもリウマチの症状が出てきて、曲げるとき痛む、歩くときも足の裏が痛いっていうようなね状態で、で当店来られるときも足をこうちょっと引きずりながら来るような、それぐらいひどい状態やったんだけどな。まあ何の病気でもそうやけども、リウマチについて過去にこういう動画を作ってるから、この2本の動画はわかりやすく作られてるから、ぜひ見てな。今日の症例の方も動画の中で話してる結局という状態やと、まあ骨目先生は思うわけ。何の病気でも一番大事なのが、どういう時に悪化してどういう時に症状が軽くなるかっていうことが、根本的に悪いとこを探していく最も大切なことやねんな。この方の場合は、朝起きたら手と足がこわばる、朝っていうのがキーワードになってくるんやけどな、この朝にこわばる症状が強く現れるという場合は、さっきも言ったようなこの結局っていうパターンに入るわけやね。でもこの方の場合は、下半身足元からの冷えを長年受けてきたせいで、その結局の上にまだこの冷えという状態も入り込んでね、状態は非常に悪化してしまっている。だから骨目先生はまずこの冷えを取り除くっていうことからね、始めないかなということで、まあ、漢方薬は冷えにとても強い医学やねんけども、その中でも骨目先生はこのね、霊緑散っていうものをチョイスしてね、これを飲んでもらうように最初したわけ。それで、以前この動画の過去の動画に、この霊気、骨目先生霊気やってますよと、この霊気を受けてもらった、この動画ね、この足は何かされてますか、この霊気を受けた後は引きずってきた足も、うん、あの帰りの方がすごく楽です。引きずってきたにもかかわらず、帰りはね、痛みなくこう感動帰れて、で痛みがあの少しはあるけど、うん、全然違う、うん、で肩こりで、その結構慢性的な肩こりも楽になり、でその初診の時なんかはこう歯が、右の歯が痛いって言ってたんやけども、痛みが消失したりとか、何日も出ない気鋭の便秘の方なんやけども、この霊気を受けた時にね、こうお腹がゴロ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 っとこうすごい音したわけ。まあこれを骨根先生も、受けたこの方も、まあ終わった後に、いやすごい音したねっていう話をしたんやけど、いつも飲んでる便秘薬飲まんといてみ、明日ひょっと出るしたら出るかもしれんでって言って言うたら、もう何十年かぶりに便秘薬も飲まなくて翌日快便やったという。リウマチの今回良くなった、改善した漢方薬の力もあるけども、霊気の力も間違いなくあるっていうふうに、まあ私も思ってるし、まあ受けたお客さんもきっと思ってると思います。まあ霊気の話はちょっと置いといて、話を戻しますが、この方のお母さんはリウマチなんやけどね。だから家計にリウマチの方がいる方はとってもなりやすいから、
まあ、非常に気をつけといた方がいいと思いますね。余談になるんやけど、このお母さんが抗リウマチ薬を飲んでたわけ。すると、ある時、胃がんが発覚したんやって。それ結構ね、メトトレキサートっていうやつと思われるんやけど、これまあネットで調べてもらったらいいけどね、胃がんになるリスクはあるようやで。ある別のドクターから、リウマチ薬の関係かもしれないよというふうにアドバイスされたんで、まあお母さんは2ヶ月リウマチの薬を飲まなかったらどうなったか言うたら、なんと胃がんが消失したら、じゃあもうこのね、リウマチの薬が原因してたとしかもう思えないじゃん。しかし、まあリウマチの薬は飲まないといけないということで、最小の量を飲んで、がんにならないギリギリの線で調整してたという話やねんけどな。まあ、時を戻そう。さっきも言ったように、結局が一番原因してると。結局っていうのは、血が少なくなりすぎているということやね。この関節に栄養が来てないということになるわけやけど、その前に、まあ、冷えをとにかくそれを取り除かないかんということで、この霊力さんを、飲んでいただいた。初診が2月2日で、次来られたのが2月24日、まあ、帰られて1週間ほどすごく楽やったという話やねんけども、その後なんかもう痛みが増したっていうこと、増したんじゃなくて楽になって戻ったというふうに思うんやな。なんで戻ったんかっていうほど、いろいろまあどんなことがあったっていうことをこうトークでね引き出していったら、どうもある時ね、むちゃくちゃまあ食べ過ぎてたと。まあ調子が良かったんやろうな。食べ過ぎてたことが要因して痛みが増したんじゃないかということで、ちょっと消化剤をね、今回一緒に飲んでもらうように、したわけ。で、この霊禄さんと、消化剤。抗原っていう、抗原についてはまた別の機会に。で、これを服用していただいて、次回来店、3月16日いらして、2月24日。前回来た日はね、前回来た日から1週間すごく良かった。階段をトントントントーンって上がったり、朝も指が一切こわばってなかった。調子がいいんでドクターのとこに行って、まあ、治療はしてもらってないんやけども、検査だけしてもらったら、あら、ちょっと下がってきてますね。でもまた上がりますよっていうような話やったみたいで。実際3月4日から、13日まではちょっと辛くて。これも話をいろいろ聞いていくと、ちょうどね、その痛いっていう期間だけが3月、4日からドーンと冷え込んだ時やったから、その時に痛んでる。もともと、冷えで痛みやすいっていうね。朝方、こわばったり、痛んだりするのは、これは一番気温が低い時間帯に悪化してるってことなんやな。だから、冷えると悪化するんだな。うん。で、処方は、そのまま同じく、霊禄さん。これを飲んでいただいて。その後、4月16日に来店いただき、良い日が続くようになったけども、やっぱりまだ朝のこわばりがあると。で、階段降りるときにアキレス腱が痛むというようなことをおっしゃってね。いずれの症状も朝からだんだん体を動かしてると痛みが軽減してくる。痛みが収まっていくと。リウマチのパターンの、まあ、結局の人は大体この、こういう、朝ひどくだんだん動かしてると楽になるということになるはずです。で、しかし、こんな痛みがあったりするのに、病院に行くとね、これ不思議とね、炎症反応の数値がね、もう低いんやって、不思議でしょ？で、まあ、コツメ先生は、まあ、ここが薬方の替え時かなと思って、薬方のチェンジしました。鼠径滑血湯っていうので、この結局を補う。そして、結局は血が足らないいうことやねんけど、その血の補う、その血になる成分として、アミノ酸のコンクレワンっていうのを一緒にお飲みいただいたということやんな。で、5月14日。これがね、結構体が調子いいっていうようになったらしい。そやから、ゴールデンウィーク中に調子いいから、一泊旅行を2回行ったらしい。そらまあ、普通の人でも疲れるわな。
ゴールデンウィーク休み上げて、連休上げて休めない。で、夜も寝不足。パリも調子悪なってきてね。で、こう、右の親指のね、ここがボコーっとこう、腫れてるという状態で来店されたんですよ。前の動画でも言ったように、その、リュウマチのパターンの結局の人は、オーバーワークをすると必ず悪化する。それは間違いない。で、このパターンで悪化してしまったわけやな。だから処方は変わんないよ。今の処方を飲んでもらいながら、ちょっと体を休め休めしていただくと。で、今日はしっかり、冷気を受けて、帰っていただくと。結構痛々しい状態で来られたんでね。で、45分冷気を、して受けていただいて、終わったら、あら不思議。あんなけ辛そうにしてたのが、体楽って言って、調子いいって言って帰られて。で、その次に、6月に来る予定だったのが、その予定の日に LINE が届いて、ちょっと都合が悪くなり、行けなくなりましたと。ちょっと LINE を少し読ませていただくと、いつもお世話になりありがとうございます。先日、リュウマチの病院で検査してきましたが、リュウマチの数値が全部下がっておりました。で、担当医から、もう次は痛みが出てから来たらいいよというね、こう、お墨付きまでいただきまして。これも、コツメ先生のおかげです。本当にありがとうございます。と、治療家冥利に尽きると言いますか、嬉しいことですね。7月に来られるみたいですが、まあ夏は比較的症状は軽減するっていうのが、この結局のリュウマチのパターンなんでね。次の冬、悪化しないように、今から養生して、体整えて、迎えてもらえれば、次の冬は無難に過ごせるというふうに思っています。リュウマチで困っている皆さん、諦めずに、一度東洋医学漢方の治療をぜひ試してみてください。あなたにぴったり漢方薬が合えば、思っている以上に早く良くなりますよ。お近くの漢方薬局をお尋ねになって、一度相談してみてください。お近くになければ、コツメ先生にご一報いただいても結構です。それでは皆さん、明日も健やかな一日をお迎えください。さよなら。最後までご覧いただきありがとうございます。コツメチャンネルでは定期的に動画をアップし、毎週他では聞けないオリジナルの情報をお届けいたします。ぜひチャンネル登録をお願いします。それではあなたの元気をコツメ先生は応援しています。今日も元気に、明日も健やかに。ありがとうございました。